オリバー・ルカヌスの淡水魚の世界へようこそ本日は新種のコリドラス第2弾をお届けしますパート1を見逃された方、詳細にリンクを貼っていますこのシリーズは今後も続けていく予定ですコリドラスファンはチャンネル登録をお忘れなくコリドラス・マクリファーは50年前にすでに文献で紹介されていますがようやく今になって市場に出回り始めました アラグアイア水系のリオダスモルテスに生息しますコリドラスアラグアイエンシスの花面を長くしたような見た目でオレンジがかったベースカラーが印象的な魚ですこの魚はアラグアイア川の白濁した流れに至る前の水生植物が群生した白い砂にサビ色のボーキサイトと鉄鉱石の小石が転がる上流域に生息します生息地の水温は25度ほどで このタイプのコリはぬるい水を嫌います。アラグアイア川を紹介するビデオに興味のある方は、詳細にリンクをつけています。ぜひご覧ください。スクレロミスタックス・プリオノータスは、スクレロミスタックス族の中で最もそれっぽくない魚です。この族のほとんどが白黒金色の配色で、バルバータスのような重長な,な顔をしていますが、プリオノータスは小型で鼻っ面が短く、よりコリドラスっぽい見た目です。 餌を漁るときは水中を泳ぎ回って餌にたかり、スクレロミスタックスの特徴的な動きを見せます。プリオノータスの生息地はリオドンセ流域。二千十五年に発生した鉱山採掘の廃棄物倒壊によって汚染された川です。スクレロミスタックス C.W. ゼロ三八の生息地でのビデオもあります。詳細にリンクをつけています。スクレロミスタックスサルマシルは。 近年文献に掲載された種で、巨大なバルバータスと比べてはるかに小さく白地に黒のプチ模様で、スクレロミスタックスの中で一番美しい魚です。この手のコリドラスは似通っているので、将来的に他の種がスクレロミスタックス族に加わることも十分あり得ます。もしも水槽内を元気に泳ぎ回るコリドラスをお探しでしたら、スクレロミスタックスを推薦します。 ただ大西洋熱帯雨林の魚を飼育する際水温は決して25度を超えないよう注意が必要ですコリドラスザワドスキーはマデイラ川の支流人里離れたアリプアナ川に生息するオモナガの美しいコリで水中を活発に動き回る姿が印象的です今年になって初めて市場に出回り始め高値で取引されています アリプアナ川は壮大な滝を持つ渓谷で分け入るのは大変困難ですこうした偏僻な場所に生息する魚はめったに市場に出回らないのでこうしたレアな魚を皆さんに真っ先に披露できることを嬉しく思っています趣味とはいえビデオ制作には時間がかかります私どもの活動を支持してくださる方ぜひチャンネル登録をお願いしますコリリラスフレリーワイルドもまた 生息地の地理的理由から滅多に市場に出回りません生息地はペルーのマードレデ・ディオス地域ですフレリーという名称はコリドラスの神と呼ばれるイアンフレリーにちなんでいます彼のコリドラスの本はコリドラスキーパーの聖書的存在ですコリドラスフレリーは当初 C115、C116 と呼ばれていましたが2021年に命名されました とても活発なオモナガの魚で、現在ではヨーロッパやアジアで養殖されています。日本ではコリドラススピーシーズヒカリと呼ばれているコリドラススピーシーズ CW160 は、タパジョス川のジャカレ・アカンガ地域に生息します。ここで発見されたこのタイプ最初のコリは CW004 で、丸っこいボディで顔に細かい斑点があります。 ここ数年のうちに同じような斑点を持つアシュがいくつか発見されています。他のタイプのコリのボディには太い黒いラインが走っており、Cw160 はこの生息地でメジャーな斑点タイプとラインタイプのミックスではないかと思われます。コリドラス・スピーシーズ・リオアルは C71 は本日紹介しているコリの中では地味ですが、非常に出回ることがめったにない上、 灰色の魚が魅力的であることを証明してくれる貴重な魚ですこの魚はタパジョス川がアマゾン川と合流する直前にタパジョス川に流れ込む支流アラピウンス川上流のアルア川に生息します同じ場所に大変美しい灰色のドワーフシクリットアピストグラマアルアも生息しますアルア川上流にはたくさんの種類のコリが生息しており文献に掲載されただけでも コリドラス170種、スクレロミスタックス5種、アピストグラマも22種、しかも毎年新しい魚が追加されています。コリドラスのビデオは他にもあります。興味のある方は詳細にリンクを貼っています。コリドラススピーシーズリオタカナは、コリドラスセミアクイルスやフォーレリによく似たオモナガで大きなコリです。この魚は12センチくらいにもなります。 これらの魚は木々に覆われた木陰を流れる涼しい渓流に生息します。タカナはブラジルとコロンビア、ペルーが隣接するあたり、レティシアの近くに位置します。ここ最近、この辺からアピストグラマなどの魚が輸出されていますが、このコリが目玉商品です。この大きなコリを飼育するには、強い水流の大きな水槽が必要です。この魚と一緒にアキデンスやアカロニア、 ワイルドエンジェルフィッシュなどの中型でおとなしい魚をタンクメイトにするとうまく共存することに気づきましたただ水質をきれいに保つ必要があるので毎週50%の水替えを行いたくさんの餌を与え水流を強く設定する必要がありますこの新種のレーザーコリドラスの亜種はペルーのサラメリザさんです 昨年登場した同じ地域の川、アマヤんの新種のペンシルフィッシュをはじめとする新種のテトラやアピストグラマー業界を沸かせました。アマヤ川の新種の魚を紹介したビデオは、フィッシャーマンが撮影した現地の写真やビデオも交えながら説明しています。詳細にリンクを貼っています。マラノン川はアマゾン川の3つの主要な支流の1つで、サラミリザでポンゴデマンセリチェと呼ばれる、 狭い水路に北から流れ込む小川があり、ここに生息するコリドラスは C.W. ゼロ一ゼロによく似ていますが、蛍光オレンジや緑の発色があります。コリドラススピーシーズ C.W. 一ゼロ六ロングノーズ、白地に黒のパターンが美しいコリです。この手のコリはネクロ川上流やバウペス川地域に多く生息します。発色の大きな川に流れ込む小川で、白い傾斜の上に枯葉が溜まっており、 黒と白のパターンはカモフラージュがうままく働きますこの地域には学名がないたくさんのアピストグラマやコリドラスが生息するため今後次々と学名がついて混乱する可能性がありますその中には CW495170718899106 そして107も含まれています。映像のコリドラスは オリジナルの CW106 よりわずかに鼻が長く、もしかしたら全く違う種になる可能性も秘めています。本日の映像、お楽しみいただけましたかチャンネル登録をよろしくお願いします。